いやー、刹那圭介だよ。前回のパートのラストね。あれは衝撃的でした。いきなり感じだったよ。やばかったね、あれ。俺さ、エンド見た、その夜さ、なかなか寝れんかったもん。だってそれだけ衝撃的だったもん。あれ見せられたらさ、なんか、ああいう人の心を動かす作品ってものをさ、俺も作ってみたいなって思うような感じがあったもん。よっしゃ。何にせよ今回は、選択肢、ちゃんとカレンちゃんの方を選んだ場合の選択肢の方を見ていきたいと思います。ここやな。ごめんな、ゆうちゃん。衝撃的なエンドでのゆうちゃんの姿を見た上で、まだ俺ゆうちゃんのこと好きなんやけど、てかむしろさ、あれだけ愛してくれる女の子ってもう、それはそれでいいなって思うぐらいなんやけど、今回は仲間の元に戻るためにね、自分の潔白を晴らさなあかんからな、今回は。ゆうちゃんとの愛をさ、愛にこだまってはいられんのよ、今は。会ってもらいたい。今回はカレンちゃんを選びます。ごめん、ユ二階堂、お前、怪我してるのか？ー。どこ？あー、怪我はともかくさ、ここから見た。カレンちゃんのこの絶対領域がすごい柔らかそうで、ほずりしたい。へへへ。桜井君、頬のあやったりぱか。りいたのね。おい、二階堂。血出てんの？もしかして。二階堂の元へ向かおうとした直後。これ、ゆうちゃんは？あ、隣におるね。え？ゆうが二階堂の元へ抱きつくように体当たりした。お前はラグビー部か？もつれ合ってる。二人が床に倒れる。あ、この角度もしかして、ゆうちゃんのパンツ見えないかな？ゆうちゃんの 突然のことに、僕は呆然となってしまった。そうだろうな。慌てて二人を起こそうと駆け寄ろうとした。けど、お前、何して？そうなるのか。二階堂の体を必死に押さえつけながら、ユウは叫んだ。なんでだ？なんでユウは二階堂をそこまで警戒する？恋敵だからだな。前回のパートの公園での感じからしたら、もう、なんつうか、ヤンデレモードが入っとったもんな、あの時。まあ、ちょっと、もしかしたらこの辺り、ちょっとヤンデレの片鱗が見えてきているのかもしれない。自分の好きな男を守るっていうヤンデレの使命。倒れている二階堂の頭からは、うっすらと血が流れていた。ユウ、待て！大丈夫だから、二階堂から一旦離れろ。いいから！少しきつめに言ったからか、ユウはビクッとなって二階堂から離れた。ワイルドだったな。ユウちゃんの今の行動ワイルドだったな。ちょっと警察官とか目指したらどうかな。犯人逮捕に貢献できるぞ、今のは。僕は倒れている二階堂をそっと助け起こす。二階堂、違う。わあ、ワイドシャリにならんくらい形取るんだよ、お前。ドンキで殴られたみたいな感じになってるんだよ、お前。おい。ワイド当たりどころが悪かったら死んどったんじゃん。もう笑いながら言おうけどさ、シャリにならんぞ、お前。その出方、お前。傷自体は全然深くないの。結構血が出とるな。何があったんだよ。ビルへ入ろうとした時にちょっと何か仕掛けられていたみたい。こら、ゆうちゃん。今、これを見てみ。これを見ても、ちょっとやりすぎたって感じは浮かばんのか、お前は。誰かが入ってきた時に知らせるための仕組み。そういったものを入り口に仕掛けたと、ユウが言っていた。いや、過剰覚えだろ、これ。
それがトラップなのだろうと理解した。ユナ、どういうことだよ。ユーは体を震わせているだけで何も答えない。これ、あなたのアリバイになる映像よ。それよりも顔が気になるね、お前。その血の出方が気になるね、お前。うん。二階堂がビデオカメラを差し出す。あ、撮れてるな、自分の姿が。受け取り、動画を再生すると、確かに僕の後ろ姿だった。やめて、カレンちゃん。お願い。え、ちょっと待って。え？その言い方、このカメラ仕掛けたユウちゃんみたいな感じに反応出ないか、お前。え？お前、盗撮してたん？京介のことが大好きすぎて盗撮してたん、お前。なんか、前回のパートのユウちゃん見たら、その線がすごい強くなってきてんけど、盗撮してたん？カメラはね、桃野さんが仕掛けたの。あらー、やっちゃったね、ユウちゃん。監視下に置いてる自分の好きな男を監視下に置いてるよ、ちょっと。優が確かに僕の部屋に何度か訪れている。優ならばカメラを仕掛けることぐらいはできただろう。あの時あのベッドで隣になった時のやつか。マジか。でも何のため？いや、知れたこと、自分の愛する男のことを監視しているとか、ヤンデレ女のやり方なんだよ。これは違うの。何が違うの、ゆうちゃん。これはどういうこと？違うの。そうじゃなくて。どう違うの？ゆうは混乱しているのか、うまく喋れていない。わあ、そうなのか。どうして？心配だったから。ユリアちゃんがいなくなって、それで京介がいなくなったら。京介くんのこと大好きだもんね。心配って、ずっと心配だったんだよ。京介を失ったらって思うと体の震えが止まらなくて。うん、別に京介くんのことを好きなのは仕方ないっていうか、いいことだと思うよ。けど、ゆうちゃんすごい暴走してるからな、今のところ。でも、それが、なんだかんだ言って証拠になったんやな。よかった。愛が救ったんだね、愛の力が。そういう考えたら、愛の力が救ってるんだね、これは。アリバイ。そっか。私が見ててあげなきゃって。それで別に私は盗撮という行為そのものを咎めたいわけ。盗撮言っちゃった。盗撮言現実を突きつけました。この場合の問題はアリバイを自分が立てられるのにそれをしなかった点。確かにユウは僕の映像を持っている。それはアリバイになり得る。僕が問い詰められているときにそれを出すことだってできただろう。でも僕に言えなかったんだろう。僕の部屋を盗撮していたというのはとてもあの場で言い出せるものではなかった。そりゃそうやな。そりゃ人間としてどうなのかなっていう感じではあるもんな。盗撮趣味の人をさ、みんな受け入れられる？あ、でも俺、ゆうちゃんみたいな子がやに盗撮させるんだったら別にいいような気がしてくる。桜井君、あなた、人ごとみたいに冷静なのね。そういうわけじゃない。動揺はしている。ゆうが僕の部屋を盗撮していたことに対して、現実を受け入れられないぐらい困惑している。それでも、それを表面に出さずに、うちに留めているだけだ。その態度がユウを傷つけてしまうことが分かっているから、ユウちゃんはなんだかんだ京介くんのためにやった
やったんだろうな。大好きだからとか、ないとは言い切れないけど、まあ京介くんのためだからな。あの場で言い出せなかった。それは違う。あなたを守るためにあなたを監視してた。それなのにあのピンチを助け出さないなんておかしい。まあそりゃそうなんやけど。それは言い返すことができない。確かにと思ってしまった。僕を助けるならばその場から連れ出すよりも僕のアリバイをみんなに見せた方がいい。ならなぜ優は。え、もうこの時点でみんなを仲違いさせて二人だけになろうと思っとったんかな。おそらく彼女にとっては今の状況こそは狙っていたものなのよ。ああそうか。二人に。その言葉にピンときた。酔ったもん な酔ったっていうか京介もなんか感づいとったもんな。ずっとここにいない。でも二人になるたびにこんなことを仕組んだというのか。二人になってそれどうする。どういうことだ。桃野さんは危険かもしれない。確かに危険。なんか京介君と二人でいるためだったら他のことは何でもどうでもいいみたいな感じに思ってそうな感じがしてきた。そういう意味では危険かもしれない。それって優子が犯人だとそう言ってるのか。いやそれはちょっと違うと思うけどな。危ないところに京介を置いておきたくなくて。だったら私だけが京介を見てればいいって。それ前後つながる文章じゃないと思うぞ。私と一緒にいれば京介は幸せになれるのにって。完全に崩れてしまった優をどうするべきか。僕はちらりと二階堂を見た。目があった。二階堂はこちらを一別した後、ある程度の距離まで下がり、ハンカチで傷を抑えながら僕たちを見る。休んどった方がいいよ。せめて座っとった方がいいな、それは。後のことは二人で話せ、ということか。言う。まあそうじゃわな。私のこと、嫌いになった。京介くんはそうかもしれないけど、俺はゆうちゃんのこと好きなままだよ。だってさ、俺さ、基本的に自分のことを好きになってくれる人が好きやけんさ、ゆうちゃんや、ゆうちゃんみたいにさ、すごい愛をさ、伝えてくれる女の子を割と好きよ、俺はやけど。そんなことはない。京介くんもそうらしいです。驚いたけど、気にしてないよ。本当に嫌いじゃない？いや。びっくりはしたけど、別に嫌いになったりはしてない。本当？あ。助けを請うような瞳で僕を見る。そんな優を見て、切なくなった。私、その。ん？うん。心配とか、そういうのは本当なの。本当の気持ち。でも一番はそうじゃない。ユウは心配性だ。いつも僕の隣にいて僕をいたわってくれる。まるで兄弟のようなそんな関係。私ね、京介が好きなの。あ、そうか。こっちの選択肢では初めて好きって言葉出てくるんか。好きという言葉がどういう意味か考えてしまった。京介が私のことそういう目で見てないのは知ってる。でも私は違うの。京介のことが好きなの。多分あれだろうな。
ベッドの上で横になった時さ、俺自身の心はさ、キュンキュンドクドクしとったんやけどさ、それ以上に多分ゆいちゃんは京介くんの隣だからこそキュンキュンドクドクしとったんだろうな、あんな顔でも。顔にはあんまり現れてなかったかもしれんけど、内心ドキドキしとったんだろうな、ゆいちゃんは。今の関係が壊れる方がずっと嫌だったから。定番な理由やな。家族同然で育ったのに、そういう目を向けてることがバレたら気持ち悪がられるかなって。だから、ゆうちゃん、俺は京介くんじゃないけど、気持ちがられることはないとは思うよ、ゆうちゃん。こう言ってさ、誰もが持つもんやし、それをあっさり否定しまうっていうのは良くないと思う。だから、京介くんやって、あっさり否定なんかはせんと思うよ。ユウが僕のことを好き？考えてみたこともなかった。この僕年人が。戸惑う僕とは対照的に、ユウはどこか満足そうに笑った。ああ、ユウちゃんの中の一つの、なんか閉じ込めとった感情が、ようやく外に吐き出せたみたいな、そんな感じかもしれんな。こんな形になっちゃったけど、やっと言えた。私、ちゃんと告白できた。ずっと言いたかったんだ。いや、ちょっと待ってくれ、ユウ。もうちょっと落ち着いて話を。かわいい。ユウがそうつぶやいた途端。何？何？何？はって何？ちょっと。後ろに何かおる。後ろから牢が近寄っているとかそういう話じゃないよね。真っ暗。真っ暗だわ。明らかにユウの様子がおかしくなった。おい、ユウ。何？体が震えている。目の焦点が定まっていない。ああ、ゆうちゃんも何か思い出したよ。ユウ、思い出したって何を。何？発狂したユウは、何かから逃げるように駆け出した。おい、ユウ。ただやめて。何か思い出したらちょっとやばい方向に向かうフラグが立ってる。てかさ、ぶっちゃけ俺思っとったんやけどさ、第2章でユリアちゃんが消えて、第3章で、テツくんが消えて、これまで消えた人ってさ、ぶっちゃけその章で京介くんとべったりくっついとった人だったんよ。まさかとは思うけど、この章の終わりあたりにユウちゃん消えたりせんだろうな。やめて、ユウちゃんだけは消さないで。お前、お願いだからユウちゃんだけは消さないで。どこに行くんだ。静香ちゃんの声や、これ。今思ったらこれ静香ちゃんの声か。中野木戸なんとかさんっていう人、静香ちゃんの声、中の人と一緒なんかな。すごいのんきなこと、のんきな解説してるけど。くそ。二階堂、ここで待っててくれ。俺は優を追う。私も行く。怪我は大したことない。大丈夫か？でも。大丈夫だから。反論しようとしたが、二階堂の決意のこもった目を見た途端に言い返せなくなった。焦りと不安に胸は激しく動悸していた。消えたりせんよな、ゆうちゃん。わあ、お前、えらい危ないところおるじゃないか、お前。なんちゅうお前、危ないところおるねん、お前。こんなところに立っていいんはさ、負債者で、鉄骨渡りに参加しに来た人ぐらいやぞ、お前。お前、どっか利根川おるんちゃうんか。利根川幸雄、おらんのか。あ、ここにカレンちゃんおったんじゃ。すごい顔してるな、君も。優雅壁際、すれすれにいた。やばいやばいやばい。
その光景に頭がひどく痛くなる。牢の時と同じだ。しかし強い痛みを振り切って声を絞り出す。ユウ、危ないぞ。やめて。こっちに来い。やめて、ちょっと、や、え、お前もう自殺する一歩手前みたいな感じになっとるで。桃野さん、戻ってきて。もう何もかもダメなんだよ。ごめんね、ごめんね、本当にごめんね。謝るくらいなら戻ってこい。ユウは錯乱している。このままでは拉致が開かない。ユウ、そこでじっとしてろよ。動くなよ。わ、やば、えらい細いな。一歩横に動いたら落ちるような感じの位置でね、お前。ダメ、来ないで、来ないで、来ないで。僕は気にしてないから。何か事情があって映像を撮ってたんだろ。それにそれがあれば僕のアリバイも晴れる。お手柄だよ。そうだよ。だから何を思い出した？一体何のことを言ってるんだ？後悔したって。いやいやいや、ちょっと後ろに寄るな。後ろに後ろに一歩動くな、お前。優が怯えながら後ずさったが、あもう流れやん。もうそれ落ちる流れやん。もうどうしようもなく。その時彼女は足を滑らせた。わあ、いやー、その後落下したはずのユウの死体は見つからなかった。いや、こっちも衝撃的やないかーい。